はい、皆さんこんにちは、中島です。ちょっと前にですね、 LED フラッシュライトを製造販売されているオーライトさんというメーカー様からね、製品を試供していただきまして、そのレビュー動画を投稿したんですけども、これがですね、結構好評だったようで、売り上げやメーカーの知名度向上にも貢献できていると報告を受けております。それでね、こちらの方からはね、またレビューしますんで、新製品が出た時にでもまた送ってくださいみたいな感じに返信したんですけども、なんとね、もう早速送られてきました。はい、それがねこちらなんですが、ここにはね2つしか出てないんですけども、実はね合計3つの製品を送っていただきました。でもね、その中の1つってのがまだ未発表のね、ウェブカタログにすら載ってないようなものでして、送っちゃったけど販売自体は結構先だから今まだレビューしないでねって言われたので、そちらの方はまた今度指示があった時にね、はい、改めてレビューしたいと思います。はい、てなわけで今回はこちらのね、ウォーリアーミニと i3t EOS というすで、に販売されている2つのモデルをですね、レビューしていきたいと思います。ではね、こちらのウォーリアーミニの方から開封していきますかね。はい、開封しました。付属品はね、こんな感じですね。トリセツ本体、充電ケーブル、ストラップ。はい、それではね、本体を見ていきましょう。このメタリックブルーの差し色がかっこいいですね。触っただけで光沢精度の高さがよくわかります。前回紹介した同シリーズのウォリア X ターボと比べるとね、かなりコンパクトで、デザインもマイルドな感じですね。それと特徴的なのがこのクリップなんですけども、わかりますかね？これね、ダブルになっていて、上からでも下からでも、どちらからでも挟めるようになってるんですね。これいいですよね。充電方法はね、以前紹介した、X ターボと同じで、このケーブルをね、マグネットになっているテールスイッチにカチッとくっつけて、こちらを USB に差し込むだけです。これね、コンパクトな見かけによらず、結構点灯モードが豊富で、パワーもしっかりあるようなんですよね。あとね、これ、テールスイッチとサイドスイッチ2つあるんですけど、どちらを押してもね、点灯できますし、組み合わせや操作でね、点灯モードを素早く切り替えられると。はい、まずはね、テールスイッチを使った操作ですね。まずここをね、浅く押すと、ミドルモード。で、深く押し込むと、ターボモードになります。で、もう一回押すと、ショート。ミドル、ターボ、ショートと。まあ、こんな感じですね。はい、次はですね、ここのサイドスイッチを使った、操作ですね。ここを使うと、もうちょっとね、細かく段階的に、変えられるようですね。はい、まずね、ショート状態から、ゆっくり押し込むと、ムーンモードになります。これね、もうついてるかどうかわからないぐらい弱いですけども、1ルーメンだそうです、これ。で、もう一回ゆっくり押すと、ローモード。で、もう一回押すと、ミドルモード、なります。で、もう一回押すと、ハイモード、になりますね。で、もう一回押すと、ローモードに戻ります。ミドル、ハイと。で、素早く一回押すと、ショート。で、ショート状態からじゃないと、ムーンモードにはならない。ここからゆっくり押すと、ムーンモードになりますね。でね、このサイドスイッチにはちょっとコマンドモードみたいなのがありましてね、ここを素早く2回、タタンと押すと、一気にターボモードにできます。で、もう一回軽く押すと、ショートと。そしてこれ3回ね、タタタンと連続で押すと、なんとね、ストロボモードになるんですね。これね、すごいんですよ。暗闇でね、目に当てられた時に膨らんでね、動けなくなりますよ。すごいでしょ、これ。はい、というわけで、夜の森にやってまいりました。以前来たのとね、同じ場所です。はい、ではね、早速、一番弱いモードから、順に点灯させていきます。まずは、ムーンモード。うん。一番弱いモードですね。足元を照らしてもね、かろうじて見えるかなっていうぐらいですね。ちょっと、こう、奥まったところに当てると何も見えないです。まあ、1ルーメンなんでね、仕方ないですね。はい、次は、ローモードで点灯します。これもね、さっきよりは、マシですね。手元を照らしたりするには十分ですが、やっぱりね、暗闇にはちょっときついかもですね。は
い、次は、ミノルモードで点灯させます。一気に明るくなりました。このレベルだとね、十分な明るさですよね。はい、次は、ハイモードで点灯させます。すごく明るいです。光がね、柔らかいので、近くを照らしても、眩みにくくて、非常に見やすいですね。はい、そして最後はね、ターボモードいきますか。おお、すごい。まるで蛍光灯をつけたかのようですね。ちょっとオーバースペック気味なぐらいですね。はい、このようにですね、真っ暗な夜道でも安心して歩けます。さっきもね、言った通り、この照射範囲がね、柔らかく広がるのでね、非常にね、周囲が見やすいですね。はい、というわけで、ウォーリアーミニ、非常にパワフルでね、多機能なフラッシュライトです。細かく調光できるので、緩くすれば手元を照らしても眩しすぎないですし、本当にね、万能でおすすめです。はい、そして次はこちらですね。i3T EOS。これもですね、すでに発売されているモデルなんですけども、リミテッドエディションと書いてありますが、なんでもね、これ限定カラーだそうです。この箱の写真と同じ色だったらいいですね。では、早速開けていきたいと思います。はい、期待通りメタリックレッドでしたね。俺ね、ガジェットとかライトとか買うときっていつもブラックとかシルバーとかミリタリー色とかをね、ついつい選んじゃうんですよ。嫌いじゃないんだけど自分では選ばない色ってあるじゃないですか。だからね、こうやって、ね、人からこういうね、カラーのものを選んでいただくとね、すごい嬉しいですよね。はい、それでは実際に点灯させてみましょう。これはね、もうシンプルです。まずね、1回押すとローモード、ゴルーメンで、もう一回押すとショート。そして次に点灯させるとハイモード180ルーメンで点灯します。ほんとね、普段使いレベルならこの機能で十分ですよね。あとこのクリップね、先に紹介したウォーリアーミニと同じダブルタイプなんですけども、これはね、本体サイズが小さいこともあってですね、ちょっと別の使い方もできるんですよ。もちろんね、ポケットベルトにも刺せるんですけども、これね、すごいのが、こういったね、キャップのつばにですね、こうつけて、わかりますよね。ヘッドライトみたいにして使えるんですよ。これすごいですよね。はい、というわけで、こちらも照射テストをします。まずは、ローモード。うん。ゴルーメンなんでね、弱いですけど、まあ、でも、最低限周囲を確認できるぐらいの光量はありますね。はい、次はね、ハイモード。うん。十分明るいですね。この明るさだと、ランタイムが21分ってことなんで、まあ、連続点灯はちょっと不安ですかね。はい、今あえてね、ローモードで、暗い道を歩いてますけども、これでもね、最低限は周囲を把握できるので、まあ、普通に歩けますね、意外と。はい、ハイモードに切り替えました。まあ、これぐらい明るいとね、安心して歩けますよね。まあ、暗闇でも探し物ができるぐらい明るいですね。はい、というわけでね、ここら辺のサイズ感はやっぱり ETC、普段持ち歩きにちょうどいいですし、アウトドア用のでかいやつはオーバースペックだけど、キーチェンライトよりはパワーが欲しいなっていう時に、ベストなフラッシュライトだと思いますね。ほんとね、オーラタさんの製品ってラインナップが豊富なのでね、皆さんの目的用途、好みに合ったマイベストライトがあると思いますので、ライト選びなら、ぜひオーラタさんでどうぞ。はい、今回はね、以上なんですが、最後にですね、またお得情報がございます。なんとね、今回も、特別に割引クーポンを発行していただきました。詳しくはね、説明欄に記載しておきますので、ぜひご覧の上、ご活用ください。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、さよなら。